皆さんこんにちは、みゆきです。今回は細胞についてお話をしていきたいと思います。このチャンネルは体、お肌、心を健やかにする仕組みについてお伝えしております。今回は DNA、RNA、遺伝子についてお話をしていきたいと思います。今日のポイントはタンパク質は大事ですっていうところになります。まず DNA なんですけれども、 DNA すごい大事だなって思いますよね。 DNA はデオキシリボ核酸、デオキシリボ核酸と言います。で、このデオキシという意味は酸素を除いてますよという意味になります。 DNA の役割というのはタンパク質の設計素を持っているというところです。で、 DNA はですね、箱入り娘なので、こう細胞の中に核がありますよね。この核の中に DNA があるんですけれども、絶対に外に出しちゃいけない、めちゃくちゃ大事なものになります。先ほどポイントはタンパク質は大事ですよっていうお話をしたんですけれども、生物の体は、細胞でできています。で、細胞はほとんどタンパク質からできています。体の中の化学反応をコントロールする酵素もタンパク質です。極端な言い方をすれば、人間から水を抜くと残りはタンパク質ですっていうところで、タンパク質です、大事ですっていうところになります。で、骨はカルシウムですが、骨を作る細胞はタンパク質で、髪の毛もタンパク質です。で、タンパク質をどのような順番でどのくらいの量を作るかが決まれば、人間の体が出来上がります。そのタンパク質、人間の場合約10万種類のタンパク質で体は出来上がってますと。の設計図が DNA 上に塩基という化学物質の形で保存されています。で、塩基は4種類、アデニン、グアニン、シトシン、チミンあって、言葉のように組み合わさってタンパク質の作り方や量を記録しています。なので DNA の役割はタンパク質の設計素を持っているというところになります。で、続きまして RNA、 これはリボ核酸と言います。で、 DNA との違いなんですけれども、 DNA は大事すぎて核の外に出すことができないんですけれども、そのタンパク質の設計図というものを核の外に持っていって、最終的にタンパク質の合成をしてくれるのが RNA になります。で、 DNA は2本差ですが、 RNA は1本差です。そして DNA は安定しているという特徴があるんですけれども、 RNA は非常に不安定と言われています。そして構造はほとんど同じなんですけれども、塩基というものがありまして、DNA の塩基が4つ、そして RNA の塩基も4つで、その中の3つは同じなんですね。このアデニン、グアニン、シトシンというものは両方とも一緒なんですけれども、 DNA はチミン、そして RNA はウラシルという、こういった違いがあります。ということで、遺伝子とは何かというと、遺伝子とはタンパク質を作る情報だった、顔、形や髪の癖、性格など個人の持つ性質、形質が、親から子へと伝わることを遺伝と言います。形質を遺伝させるには、質の情報を何かの形で子供へと渡さなければなりません。その情報のパッケージが遺伝子ということになります。そしてこの DNA、 ものすごく大事なものなんですけれども、 DNA の損傷というものが起こるんですね。その損傷というのは、例えば日常生活の過ごし方であったりとか、あとは老化をするとか、そういったことでこう DNA が損傷してしまうんですけれども、損傷してしまうと当然その老化のスピードが速くなったりとか、あとは眼科というところで重大な疾病とつながる危険性があります。そこで DNA を傷つける原因となるものなんですけれども、紫外線、放射能、食物の中の発がん性物質、タバコ、環境中の化学物質、活性酸素、こういったものが DNA を傷つけてしまいます。で、 DNA が傷ついてミスコピーがどんどん起きてしまって、もう体の中がこう大変なことになってしまわないように、こういった原因を取り除くというのがすごく大事になると思います。簡単にできるところとしては、紫外線からお肌を守るとか、環境の悪いところにあまりいないとか、あとは抗酸化、活性酸素対策ですね。こういったこともすごく大事になってきますので、活性酸素対策についてはまた別の動画で詳しくお伝えしたいと思うんですけれども、ここすごく重要になってきます。 DNA の、弱い部分の特徴なんですけれども、まず紫外線に弱く、これに当たると DNA の複製が止まってしまいます。そして宇宙からの
放射線によって二本鎖は切断され、さらに細胞がエネルギーを出す際に発生する活性酸素によって DNA は酸化し脆くなってしまいます。大事なのは紫外線放射線から守るということと、あとは活性酸素を増やさない、そして減らす、こういった対策をすることが大事です。外から来る活性酸素を増やす要因っていうのを避けることは、手間暇とか、仕組みとかそういったものを知ればある程度避けることはできると思うんですけれども、やはりですね、難しいなと思うのはストレスですよね。なぜかと言いますと、外から与えられるものはガードすればいいんですけれども、ストレスというのは自らコンコンと生み出してしまうものなので、そういったところを生み出すのを、減らす、そしてあるものを減らす、そういったケアというのをきちっとすることによって、DNA の損傷を防いでいくということを、していっていただきたいなと思います。そして今回のポイントとして、タンパク質が重要ですというお話をしております。タンパク質、プロテイン、ペプチド、アミノ酸、これは大きく言うと全部同じような意味合いになってきます。でまずタンパク質なんですけれども、タンパク質、英語で言うとプロテインって言いますよね。でタンパク質、ペプチド、アミノ酸っていうのも、大きい括りで言うと、一緒になります。アミノ酸っていう1個があって、ペプチド、2個つけばジペプチドで、3つのアミノ酸くっついたらトリペプチドで、それがいくつかあって、めちゃくちゃ多くなってくると、これがいわゆるタンパク質というものになります。このプロテインというのはギリシャ語で一番大事なものという意味だそうです。そしてタンパク質の主な働きとしては、酵素の原料、筋肉や組織の材料、髪、歯、爪、皮膚の材料、ホルモンの材料、免疫細胞、抗体などの材料、血液の材料、神経伝達物質の材料、抗酸化作用などがあります。で、タンパク質不足で起きる症状なんですけれども、お腹がぽっこり出る、むくみ、脂肪肝、皮膚や爪が弱い、髪の毛が変色、筋肉量の減少、夜眠れない、貧血症状、慢性疲労、骨折しやすい、風邪をひきやすい、甘いものを欲しがる、肩こり、腰痛、イライラ、切れやすい、不安症、高血圧などが挙げられます。どなたもですね、今お伝えした中の症状、あれとこれはわかるっていう方ね、いらっしゃると思います。ですので、タンパク質というのは本当にしっかり質のいいものを摂取していかなければなりません。私よくお話をしていて、本当かなと思うことあるんですけれど、最近、若い女性も、そして男性もなんですけれども、もうお肉とか食べれない、だってもたれるし、それは子供の時とか若い時食べれたけど、タンパク質もやっぱお肉食べれないから大丈夫、私お豆腐しっかり食べてますとか、男性でも、いや最近ちょっと肉食えないなみたいな、本当ですかって、やっぱり人間の体ですので、肉、魚、そして卵のタンパク質しっかりとるということと、プラスアルファで、大豆製品もいいんですけれども、大豆もですね、いわゆる発酵されているもの、納豆とかお味噌とか、そういったものはいいって言われてるんですけど、植物には植物毒というものが存在していて、割とその大豆っていうのが植物毒が強いみたいなんですね。で、発酵させていないものに関してはそれらを持っているので、私も以前ですね、大豆を買って家でこう水煮で、その茹でたりして水煮にして、こうおつまみにして美味しいなと思って、もう延々その大豆の水煮みたいな、そういったものを食べてた時期もあったんですけれども、なんとなく気だるいなじゃないですけど、その大豆ばっかり取りすぎてっていうのも実はあまり体にとって良くはないんですね。なので大豆に関しては、プラスアルファで補ってあげる、そうすると、美味しいじゃないですか。ですのでお豆腐とか納豆とか厚揚げ、薄揚げとか大豆製品、ガンボとかもねありますけれども、糖質も少ないし美味しいし、ただそれをタンパク質の中心には持っていかないでほしいんですね。で、タンパク質が食べれないというか、本当に体が受け付けないという方はですね、糖質の摂りすぎ、炭水化物の摂りすぎによってタンパク質を受け入れられない体にご自身がしてしまっているということも考えられます。そういった、そのうどんとかパンとかパスタとか、そういったものを中心とした食生活にしてしまうと、肉が受け付けられなくなるんですよね。なのでまずは
肉、魚、卵をしっかり食べられるように少しずつでもいいからそういったタンパク質の摂取量を増やすというところと、私がすごくまあよく参考にしているのが、あの藤川クリニックの藤川先生もおっしゃってるんですけど、足りない部分はプロテインでしっかりと補っていくということもとても大事になってきます。本当にこうプロテイン、いやこんなに甘くてジュースみたいで美味しいけどなって私なんか思うんですけど、やっぱりそれすら受け入れられない、体がもう飲めない状態っていう方もいらっしゃるので、あのしっかりとこうタンパク質を補充すること、それは DNA はタンパク質の設計図という一番根幹、遺伝子はタンパク質でできているっていうところ、体も全部酵素もタンパク質でできているっていうところ、摂取量の平均というのは、まあ、体重分ぐらい取りましょうねって言われてますので、60キロぐらいの体重の方であればタンパク質1日 60g ぐらい補いましょうとなっています。でもう少し増やした方がいいかなと思う方、あと 20g とか 40g ちょっと上乗せしてほしいなという方は、やはり疲れやすい方とか、もちろんしっかりこうトレーニング、運動、筋トレとかされている方もそうです。あとは精神的にちょっと揺らぎやすい、弱いと言いますか、繊細な方ですね、まあ、こういった方はですね、ちょっとタンパク質不足してるんではないかなと思いますので、強靭な、まあ、肉体精神に少しでも近づいていただけるように、お肉がねなかなか取れなければまずはあのお豆腐とか納豆とか、そして卵、お魚、そしてお肉、そして、まあ、プロテイン、そういったもので、まあ、合計して体重分プラス 20g、40g ちょっとですね増やして、体がタンパク質飲める、食べれる体にぜひしていただきたいと思います。今回は DNA、RNA、遺伝子、そしてタンパク質はとっても重要ですというお話をいたしました。次回はですね、とっても楽しいミトコンドリアについてお話をしたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。